あざと漏れな写りっていうような写りの仕上がりになるんですけれども、しっかり漏れているけどわざとらしくない可愛い写り、際立つ瞳だったりとか、あと肌と髪のツヤみたいなのもポイントになっております。平成でいうと、まあ、こんな感じでプリ帳に貼ってプリをコレクションして楽しむっていう方が多かったかなと思うんですけれども、 Z 世代のために SNS でも楽しんでいただけるような機能をたくさん盛り込んだ機種にしております。で、背景がこう透けるような超透明の可愛いシールを搭載しておりまして、このシールを写真に撮って SNS にアップしていただけるのもおすすめになっております。プリのような動画を、プリの加工がかかった漏れ感のある動画っていうのを弊社として初めて搭載いたしました。例えばインスタグラムのリールだったりとか、あとストーリーズに載せていただいて楽しめるっていうのも特徴になっております。なんだろう、思い出になるし、その日の後で見返した時とかに、あ、なんか楽しかったなとか、あ、今日いい感じに撮れたな、なるね。一緒のポーズ撮ったり、なんか今日の顔の調子いいから撮ろうみたいな、なんか友達同士でお出かけした時に遊んだ記念みたいな感じで撮影を楽しみいただけるのも一つポイントだと思っております。この撮影の空間に入ってお友達同士でワイワイ楽しく撮影するっていうのはプリならではの魅力かなというふうに思っているので、時代が変わっても平成でも令和でも女の子たちに欠かせないものになっているんじゃないかなというふうに感じております。